はい、どうも、エルチカラです。はい、どうも、エルチカラでございます。今日はですね、3月27日、土曜日です。こちらの後ろにあります、青森駅東西自由通路並びに新駅舎が、本日より、運用開始となりました。これから私はですね、東西自由通路を撮ってみたいなと思います。では、行ってきます。こちらは JR 青森駅西口。旧西口の本の駅舎でございます。長い間ありがとうございました。でですね、ここすごいね。しばらくはこの仮な感じですね。こんな感じです。本当は朝来たかったんですけど来れなくてですね。なんか迷路っぽいですね。はい、こちらが西口側の自由通路入口でございます。ついに来ました。こここちら行きましょう。階段で行きます。今日は本当にね、新駅舎と東西自由通路開業ということで、それを祝うかのようないい天気です。はい、こちらこんな感じでございます。エスカレーター、さすがに自転車は通れないという残念で。はい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 、初めて上がってきましたよ。こんな感じなんですね。こんな感じです。はい、では東口に向かいます。おー、これがリンゴ箱って感じですね。よし、夏休みだって言ってます。はい、リンゴ箱をイメージしたようなこの壁でございます。はい、今大雲本線が今出発いたしました。はい、はい、こんな感じです。ようやくイメージ図しか見ながらなることで、ようやく、本日ようやく初めて入りましたね。皆さん撮ってますね、結構ね、はい、新しい駅舎というか、こちらは自由通路と、東西自由通路となっております、はい、こんな感じです。こんな感じです。はい、こちらは東口方面でございます。はい、では駅側の方ちょっと行ってみたいなと思います。はい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 、はい、まだ完璧じゃないですね。はい、こちらが新しい改札でございます。で、左側行きますとホームへの道であるということであります。はい、で新しい切符売り場はこちらでございます。はいはいね、クレジット専用ね、こっちでも買えるという、ね、新しい駅舎で、こちら緑の窓口ビュープラザでございます。ニューデイズも入っております。はい、はい、こちらはあれですね、タッチ式の自動販売機。はい、駅舎の方から、改札のシステムを移
鉄車と言われております。はい、こちらがですね、あの青い森鉄道の方の切符売り場でございます。はい、青い森鉄道の切符売り場でございます。こっちも移転してまいりました。はい、でこちらはデジタルサイネージですね。であとですね、こっちは時刻表となっております。はい、東口の階段を降りていきます。はい、旧駅舎ちょっと向こうに見えます。本当にお疲れ様でございました、昨日は。はい、降りていきます。まあ、しばらくはですね、こちらはですね、あの仮な感じで、あの、はい、ということでですね、こちらですね、青森駅とラビナの海老名が、ここが出入り口となっております。はい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 、海老名に来ましたよと、こんな感じです。ということで、青森駅、東西自由通路と並びに新駅舎を、ちょっと歩いてまいりました。こちらは旧駅舎となりました4代目の駅舎の前で、喋っております。皆様ね、あの新しい駅舎もご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。今日は3月27日新しい稼働でになります。青森駅前からお伝えしました。出る力でした。では。